じゃじゃん、オリンパスの 300mmF4 単焦点レンズ、こちらね以前お借りしてレビューしましたけども、もう一回オリンパスさんからお借りしてきました。なんでかっていうとね、こちらこれも同時にお借りしたんですけどもね、 EM1 フラッグシップ機の高速連写で撮るとどうなのかなとお借りしてきました。で、撮影したものを見ていただこうかなと思うんですけど、その前に以前言い忘れたこと、ここフォーカスリング、これクラッチ式で AF、MF 切り替えができます。さて、それでは撮影したデータを見ていきたいと思いますけどもね、止まり物、まず止まり物ですね。これはね、まあ以前お借りした時と同様ね、普通に撮れますわ。全然綺麗だなぁと思います。ただね、僕ちょっと思ったのはね、この EM1、このボディ、このセンサーのせいなのか、せいっていうのもあれだけど、 EM5 Mark II よりもちょっとシャープネスきついんじゃないかなぁと、そういう印象がありましたね。いや、逆にね、そのカリカリ感がすごくある、解像感がすごくあるっていう言い方もできるんですけども、個人的にはね、シャープネスきついなという感じがしましたね。だからね、木の藪の中とか、あと水の波立つようなものとかね、これはちょっとね、しっとりした感じがちょっと足りないかもしれないなという感じもありましたね。あと鳥の羽毛ですね。鳥の羽毛もすごくシャープにピャッと来て、いいこともあれば、なんかこれシャープネス高いな、やりすぎてんじゃないかなっていう感じがすることもありました。まあその辺ね、厳密にね比較して検証したわけではないので、まああんまりね気にするところでもないんですけどもね、現像でいくらでも変わりますからね。全体的な感触としてはね、多少の動き物、例えばね、カモがスーって泳いでるとかね、あとね、電車ぐらいだったらもう全然平気で追っかけて撮ってくれますよね。テレコンをつけても、まあ、全然平気で、動き物いろいろありますけどもね、まあ動き物の中でも電車とかは比較的これは追っかけて撮ってくれるなという感じがしました。それからですね、鳥、これですよね。鳥、飛び物を撮りたくて、また納得いかなくてもう一回お借りしてきたわけですけどもね、やっぱりね、 EM1 のボディね、 EM1 のボディを使うことで確率は上がりますね。当たりが出る確率は高くなる。まあ、特にね、カラスとか、このぐらいの大きさのものだったらね、とってもね楽しく撮れますね。ただね、やっぱり背景に引っ張られちゃうね。青空でも曇り空でも背景にぐぐっと持ってかれることはやっぱり多いですね。そういう印象はあります。まあ、でもね、カラスがドッグファイトしてるような光景をねちゃんと撮れたりとかね、まあここでお見せしてるのは撮れたものばっかりお見せしているわけですけどもね、外れは多々ありますよ。外してるのは多々あります。それはご理解ください。それからね、ピント合わないね、どうしてもピント合わない、藪の中で他の木々に持ってかれるっていうのは当然ありますからね。まあそこもね、加味して考えていただければなと思いますけどもね。まあでもね、今回初めてね、納得はできた。納得のいくものはそこそこ撮れた。写真として納得いってるわけではないけど、このカワセミね、このカワセミなんかはね、ここまで撮れてれば、これ、もっともっと詰めていけばね、いけるぞと。そういう感じはしました。あとこれですね、この花。この花はね、基本的にこういう白い花って白飛びするんでね、割と、絞るというか、アンダー目に撮るのがね、セオリーですけどもね、そうなっちゃったからこのアブがね、暗くなっちゃったんだけどもね。まあでもちゃんとこのアブも、で取れてます。花と一緒にアブが飛んでる、アブが取れてるわけですよね。飛んでるアブが、望遠 600mm 相当の望遠でね撮影できてるわけですから、あ、 600mm 相当じゃない、 840mm だよ。テレコンつけてるが 840mm なんだけどもね。まあそれでね、テレマクロ
840mm 相当でのテレマクロっていうのもね、やっぱすごかったなぁ。あとね、うん、だから昆虫とかいいわけですよ。昆虫とかいいわけですよね。コクゾウムシ、コクゾウムシじゃないわ。これはなんだっけ、コフキゾウムシか。コフキゾウムシね、すっごい良かったんだわ、これ。これは最高だったなぁ。あと動き物で言えばね、飛行機とかヘリコプターですか。さすがにね、600ミリ相当ともなるとね、シャッタースピード落とせないから、あのヘリコプターのローター、あれをね回すっていうのはちょっと難しくなってくるなと思いますけどもね。ただ撮るだけだったら、高速シャッターで撮るだけだったらもう全然ね、飛行機もヘリコプターもまあ大丈夫かなと。ワイルドチンライフ、野生の世界の珍事件をお伝えするこのコーナー、今回はコフキゾウムシとアリさんの交通事故です。まあアリさん同士がごっつんこするっていうね、歌もあるぐらいですからね。アリさんはぶつかってくるのが当然かもしれませんけどもね、野生同士の、昆虫同士の交通事故というのがね、目の当たりにしてみるとね、面白いですね。なんでこんな同じ道筋歩くんだろうね。なんでこんな広い場所なのに、これしかも昆虫同士なんてちっちゃいからね、広い場所でちっちゃいのが動く分には絶対ぶつからないような気がするんだけどね。昆虫ってどうしてもね、この手すりのこの部分だけとかね、ここだけ歩いてることが多いんだよね。なんか法則あるんだろうね。続く。皆さんね、キツツキの生活は見たことありますか？意外にね、身近にいるんですよ、キツツキの仲間っていうのは。コゲラ。コゲラなんていうキツツキはね、結構小さい、もう名前の通りちっちゃい、コゲラなんですけども、キツツキなんですけどもね、これがね、巣に、木に掘った穴にね、餌やりに来てたりとか、顔を出したりとかってね、大変面白い映像も撮れましたね。正直ね、動画の美しさに関してはね、僕ね、EM1 よりも EM5 Mark II の方がね、綺麗に撮れるんじゃないかなという気はしましたね。うん、印象論でしかないけどもね。手ブレ補正に関してはね、やっぱり申し分ないですね。テレコンつけてても、バシッと写真撮るときだったら止まってくれると、動画撮ってるときだったらテレコンつけてるとさすがに辛いなってなってくるんですけどもね。いや、まあそれでもね、テレコンつけて 840mm 相当の状態で、なんと多重露光ね、多重露光で花をね、ピンと合わせたのとぼやっとしたの、これ2つを重ね合わせて撮るっていうのをねやったんですけども、それ手持ちで1枚目撮って2枚目ぼかして重ねてパッと、これ手持ちでできちゃうわけだからね。すごいなぁと思いましたね。でそもそもなんでね2回目借りたかというと、これねまだね僕の元に届かないんですよ。もちろんね、僕ね注文してるんです、これ注文してるんですけども、まだ1ヶ月ぐらいかかりそうだという。まあ、600ミリ相当がこのサイズ感で使えるんだから、ほんと便利で仕方ないです。では最後にね、お見せしきれなかったこの34と EM1 での組み合わせの写真映像をご覧いただきながら今日はお別れです。お楽しみください。